いつの間にやら年が終わって、あっという間にお正月ね。いろいろあったな。動き出した物語、それに新しい出会い。これからの一年も山あり谷あり波乱万丈だろうけど、二人はきっと進んでいける。それぞれ戦う理由があるから。そう、セイラにもきっと戦う理由がある。ただ、私にはよくわからない。物語が消えた世界で、王子はもう自由なのに。魔女が王女を導いている？それとも、王女が魔女を導いている？みんな、変わっていくんだね。うん、俺もか？あ、俺がどう変わったって？いつも周りに人がいて、鬱陶しいみたいな顔で、悪くないって思ってる。私の居場所、なくなっちゃったね。勝手に決めるな。勝手にいなくなって。私だって変わるの！でもね。明けましておめでとう！何がめでたいんだか。また会えるから。全てが変わってしまっても君の言葉を信じてるから。だから私を信じて待ってて。俺の言葉か。そうだな、エコ、信じてろ。また会える。